皆さんこんにちは、トゥリーアンノーフの徳本です。今日はですね、この鳥取市の観光名所の一つであるこの神風閣ですね、この白い建物の前のベンチに座っております。で、今日はここで農家が読むべき本、このことについてね、お話しさせていただければと思います。この農業関連の本なんですが、まあ、農業経営に関することとか、まあ、栽培技術論であったりとか、はたまた思想的な本であったりね、いろんな本がまああるわけですが、まあ、僕自身はね、農業者として世界最高峰の農業事業体を作るっていうことで、まあ、そういう価値観でいろんな本を読むわけですが、今回、まあ、3冊ご紹介しようと思ってるんですが、まあ、いろんなスタイル価値観の農業者にね、含めてぜひ読んでいただきたいなと思ってる本を3冊選びました。でまず第1冊目がこちらですね。ででん、日本は世界5位の農業大国ということで、これ浅川義弘さんが書いた本ですね。2010年の2月に、まあ、発刊されましてですね、まあ、かなりこれセンセーショナルだった本なわけですが、まあ、いわゆる一般的にこの日本の農業っていうのはですね、いわゆる高齢化、農家の高齢化でどんどん農家が減少していると。で、耕作放棄地がどんどん増えている。しかも食料自給率もかなり低い。非常にその危機的な話が、席巻しているわけですが、巷では。でもそういう話って事実ベース、数字ベースで見ると全然全く逆だよということがですね、本当にその一次情報をベースにすごく分かりやすく書かれている本なんですね。でも日本の農業っていうのは、まあ、そもそもこれだけ狭い島国で、もう台風も来たりいろんな気候リスクがあるんだけど、実はこれもう世界第5位の農業 GDP を誇ってるわけです。で、それぐらいその生産性と技術力が高い、いわゆる農業国なわけですね。で、実はこのやっぱりこのパワーを牽引しているのが、その農家の数、まあ、今200万件と言われてるんですが、その1割も満たないプロ農家がどん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 この日本の農業を成長させていってるわけです。だからその経営能力のない農家さんとか、あと兼業農家が今どんどん減ることによって、そういったそのプロ農家にその経営資源がどんどん集積していって、いろんな意味でその成長産業、やっとこの成長できるっていうフェーズに入ってきてるわけですね。だからこの現代農業の問題っては何も問題ないわけです。まあ、そういうことがしっかり書かれてます。で、以前僕が多すぎる農家が日本の農業をダメにするっていうブログを書いたんですが、これにすごくインスパイアされて書かれたブログなんで、またそれもぜひ読んでいただければと思います。まあ、この浅川義弘さん、僕ねすごく大好きで、ツイッターもフォローしてるんですけど、結構エセ科学の農業ネタなんかツイッターでガンガンやり合ってる人なんですね。で、まあ、願いかなって今度この浅川さんとこの YouTube でも対談企画することになったので、そちらもぜひご期待いただければと思います。で、続いての本がこちらですね。ででん、有機栽培の基礎と実際、小岩井正明。来ましたね、小岩井正明さんの本ですね。で、まあ、おそらく、まあ、僕ら以前有機農業の、まあ、露地生産を、まあ、非常に大規模に事業で行ってたわけですが、まあ、我々のその時の栽培の技術の礎となった、まあ、本であります。で、おそらく、まあ、この有機農業、自然農法も含めてですけど、結構観念的であったり宗教的な本が多いんですが、まあ、おそらく初めてじゃないですかね。いわゆるエビデンス、ファクトベースで科学的視点でしっかり書かれた有機農業の、まあ、技術的な本になってます。で、小岩さんこの後に、まあ、ブロフ理論を提唱していろんな本出されるんですが、まあ、そのエッセンスはこの一冊にほぼ詰まってますんで、まあ、まず一冊を選ぶとしたらこれをお勧めしています。で、まあ、さっき言ったようにね、これは本当にその植物整理であったり土壌学であったり、例えば設計のことであったり、まあ、堆肥のことであったり微生物のことであったり、全部ですね、その科学的視点ですね、ファクトベースで書かれています。なのでもう元素記号とかバンバン出てくるんですが、まあ、基本的にその栽培技術をきちっと研鑽しようと思ったら、そういったその化学の視点っていうのは基本的には農業者っていうのは持たないといけないので、こういった元素記号でしっかりその設計や植物整理を理解するっていうのはすごく重要なことだと思ってます。で、あともう一個ね、いいなと思うのが、結構日本の農業ってどっちかといえばその窒素をベースに設計をこうするっていう傾向があるんだけど、
まあ、小岩井さんの場合はですね、基本的にはそのミネラルバランスですね、全体のその NPK があって、当然そのカルシウムやマグネシウムも重要だし、あとはその微量要素の鉄やマンガンやホースもしっかりとフォーカスして、摂取設計非売管理していくということが書かれています。でそのことによって植物整理、いわゆる野菜の光合成機能を最大化して、美味しくて品質のいいものがたくさん取れると、よって利益率の高い生産性の高い農業ができるっていうことなんですね。でそこの考え方にはものすごく賛同できるわけですね。なのでまあ、非常に僕もね時々今も読み返している本なんです。まあ、結構小岩さん、ネット上ではね結構なんか炎上ネタもバンバンやっちゃってやるんで、ああいうのは個人的にはやめてほしいんですけどね。まあ、本当にこれは、まあ、勇気観光問わずですね、非常に学びの多い本になってます。まあ、もちろんこれ理論なんで、現場ではねそれぞれアレンジをしないといけないんだけども、実践する上で、まあ、非常に多くの農家さんに読んでほしい一冊です。続いて3冊目がこちらです。ででん、誤解だらけの遺伝子組み換え作物、小島雅美さんが書かれた本ですね。でこの小島雅美さんっていうのはもともと毎日新聞の記者で、今フリーでジャーナリストをされている方です。でこの遺伝子組み換え作物っていうのは、まあ、基本的にまだ日本では商業栽培されてないんですが、このネット上含めてほとんどいい噂がないですよね、遺伝子組み換え作物に関して。でこの小島雅美さんも非常にこの遺伝子組み換え作物に関しては懐疑的な立場だったんだけども、実際その欧米、まあ、特にアメリカとかに行って実際の現場ですね、その生産者の声であったり、いろんな研究者、世界的な研究機関の取材をする中で、いやいやもう遺伝子組み換え作物っていうのは環境にも優しいし生産者にも優しい、本当にこれから未来志向のね非常に重要な技術であるっていうことを、まあ、知るわけです。でそういったことがですね、本当に現場の生々しい声でしっかりと書かれてます。本当にまあ、この本を見ると、我々がその日本でこういろんなこう情報が入っているその遺伝子組み換え作物の情報とは真逆のね、すごく未来志向の話が書かれている本です。まあ、僕もこの本をきっかけにいろんなことをね、一次方法を学びながら、今遺伝子組み換え作物っていうものは肯定的に捉えているわけですが、まあ、この昨今の大雨であったり、さっきのその日本の食料自給率の問題とか考えた時にね、こういう遺伝子組み換えやゲノム編集を含めたそのバイオテクノロジーの技術っていうのはね、これからやっぱどんどん取り入れて、よりこう生産性と持続性の高い農業でこれからやっぱりそういった形でアップデートしていかないといけないと思ってるんですね。でそういう中で、まあ、この遺伝子組み換えもそうだし、農薬の問題もそうなんだけど、非常にその間違った情報ですね、やっぱりが接近していて、なかなか正しいファクトが伝わってないっていう状況があります。でこれ一個の理由が何でかっていうと、現場の生産者がやっぱりちゃんと言語化して正しい発信をしてないわけなんですよ。だから僕はね、もっともっとやっぱ生産者がね、やっぱり間違った情報に対してはファクトベースで反論して戦っていかないといけないんですね。でやっぱりそういう中で自分たちの強い現場っていうのを作っていかないといけないんだけど、日本は非常にその辺が遅れてるなというふうに思います。で、まあ、そういう意味でこの本はすごく僕自身もやっぱり勇気づけられた本だし、もっともっとこう社会に対してね、農家が発信していかないといけない、まあ、そういう気づきをね与えてくれた本なんで、これはぜひ多くの生産者にぜひ読んでいただきたい本です。ちょっとね、せっかくなんでおまけにもう2冊サクッと紹介しますね。これ僕が収納する前に読んで最も衝撃を受けた本です。種が危ない、野口勲さんという方が書かれた本で、この野口勲さんは埼玉県飯能市で固定種の専門の種苗店を営まれている方です。で僕は鳥取に帰ってくる前、これ東京で読んでものすごい衝撃を受けてました。すごいこと書いてあります。これも F1 種の種の野菜を食うと人間の体がものすごい危害を食うとか、まあ、ミツバチがその影響でいなくなってるとかですね、なんていうか、もう世界的な種苗メーカーが世界の農業を牛耳ろうとしてるとかですね、まあ、すごいことが書かれてるわけです。で僕これ読んだらもう固定種しか作っちゃいけねえって思って、で1年目全部固定種作って、まあ、大失敗したというですね、まあ、非常に苦い経験があるわけですね。でまあ、今となってその、まあ、プロ農家目線でファクトベースで見ると全くまあその
科学的な根拠がないことが書かれてるわけですね。でだから読み物としては面白いけど、まあ、全くファクトとは違うよという、まあ、視点で、まあ、読んでいただければいいんですが、まあ、僕はこの本を真に受けてもうどえらいことになりましたという本です。でもう一冊ですね、まあ、この農業維新、島崎秀樹さん、まあ、この島崎さんもあの有名なトップリバーの、社長です。でこれも僕は収納前にですね、このトップリバーの島崎社長の書いてある本をすごく読んで感化されました。でこの島崎さんは本当に10億20億の非常に大きな農業法人を一代で築かれた方なんですが、一切今でもそうです、農業の現場には立たないです。で農業の栽培技術のことも知らないんですが、それでも農業法人を大きくされた。ご自身はスーツを着て全部その契約栽培ですね、営業されて契約栽培を取って、それを現場に丸投げして、それで開催を大きくされたんですね。で僕もあそれでやろうということで全く同じやり方でやって全くうまくいきませんでした。でその理由はですね、やっぱりその適地適作であるとか物流のことを全く理解せずに、そこをすっ飛ばして同じやり方して大失敗したんで、今ではその失敗が分かるんです。やっぱり島崎さんはその辺もちゃんと抑えられた上で会社を成長させらしたんですが、まあ、僕は本当に島崎さんと同じやり方をして全くうまくいかなかったっていう、で非常にねそういう思い出深い本です。ちなみにこの表紙に出てるのはですね、西根雄介さんって言って初期のトップリバーの現場を引っ張ったリーダーです。で彼のキャベツとレタスの栽培技術も素晴らしいものがありますね。で彼は鳥取出身で今鳥取に帰ってきていてね、我々の今仲間で時々技術的な情報交換もしてる、まあ、素晴らしい農業者なんですが、まあ、彼が表紙に出てますと、まあ、いう意味でも思い出深い非常に本でした。というわけでですね、まあ、今回農家が読むべき本ということで、3冊をピックアップさせていただきました。まあ、農業もねいろんな形スタイルがあります。皆さんも絶対これ読んどけっていうバイブル必ずお持ちだと思うんで、そういうのがあったらぜひこのコメント欄にね紹介していただければと思います。僕もぜひ勉強したいです。さあというわけでまた次回皆さんお会いしましょう。